かの隙間に入り込もうとして甲羅に傷がついちゃうんですけど、これどうしたらいいですか。そこして入れんようにするしかないですよ。そうですね、なんかちょっと入れないように、盛り盛り込めないようにちょっとカバーしてもらうしかないですよ。まあ、じゃあちょっと点滴処置と、まあ、ちょっと胃腸を動かす薬、炎症剤薬で打って、ちょっと栄養補助ができたらして、はい、それからネブライジングと酸素で、ね、はい、やりますね。これ食欲が戻れば大体治ったと思っているんですか。まあ、食欲が戻ればちょっと良くなったなと思います。多分白いかったから、そうすぐにはそれは普通にはならない。あ、白かったというのは肺が、肺が、そう、肺が白くなっているってことは、それはエントゲンで分かるほど白くなってるのは、そう簡単には元には戻らないんですよ。出てる尿酸はその飲ませてる栄養剤が排出されてると思ってますか。まあ、おし、栄養剤栄養剤というか、お薬、まあ、じゃなくて、この子が取ってる水分とかじゃないですか。ちょっともう、一日家にいられるわけでもなくて、ちょっとちゃんと見るとなんか申し訳ないんですけど、なんかいつ食べて、いつ飲んでるのかな、見れてなくて、あ、温浴の時あの、なんだっけ、もう飲むどころかもう嫌がって痛がります。痛がっちゃうんで、お水も溢れちゃうからもうすぐ入れ替えてみたいな感じで、一応飲み水の中にあれもちょっと垂らしてるんですけど、あ、黄色ですね、はい、持てれないか。これでやるしかないな。ちょっと待って。よいしょ。ちょっとだけね、手伝ってください。手がもう一つ。これをちょっと持ってください。はい、OK。OK です。はい、じゃあ抜いてください。これ抜いて、はい、抜いてください。はい。これで 3cc。とりあえず。よし、出てない。3ね。これ。今日こっちだ。はい、ごめんね。あ、もらいます。すみません、ありがとうございます。はい、こっちもいいよ。はい、あっと危ない。尻尾が出てるのを確認できただけで ですね。ヒーターで多分温まってすぐ乾いちゃって、あ、わかんないんだ。帰ってくると、そういうことね。ごめんね。まあ、点滴は20ね。と総合ビタミン剤と気管支拡張剤から肝臓とか心臓とか腎臓を元気にする薬が入ってます。
要はさ、肺炎があって胃腸機能低下して終わったいろんな臓器が機能落ちてると思うんですよね。痛いよ。よいしょ。はい、エンドフロキサシン抗生剤。よいしょ。メトクロプラミド、胃腸を動かす薬でご飯を食べてくれる。よっ。ウプレノミド、痛み止め。はい。カルシウムとビタミンの A、D、E。四角にしていいよ。ケース持っていこうか。あ、院長これでやるんじゃないですか。これでやってたっけ。うん、まあこれで